ヤシマガハラ出現です。今日は霧ヶ峰を歩いていきたいと思います。今はコロボックルヒュッテの前にいます。では出発しましょう。今日はすごい晴天なんで景色とかすごく楽しみです。今車山に向かってます。とても暑いですね。でも今日は晴天なんでいろんな山々が見えると思います。先ほど八ヶ岳と富士山がバッチリ見えました。楽しんでいきましょう。こちらのコロボあちらのコロボックルヒュッテからこちらに来てます。暑いけどちょっといい風が吹いててすがすがしくて気持ちいいです。この景色を見ながらこう歩くのいいですね。あちらには富士山が見えてます。ちょっと雲に覆われてますがね、富士山がかっこいいですね。では車山山頂を目指しましょう。あちらに見えるのが車山の山頂ですね。あともう少しです。頑張ります。昔のままです。こちらは車山の気象レーダーの観測所です。あちらが縦地の山ですね。あと八ヶ岳がいっぱい見えて、南アルプスは今雲がかかっちゃってます。あと中央アルプスです。こちらには車山神社があります。それでは白樺コロボに住んでいきたいと思います。こちらがリフト乗り場ですね。縦砂山と白樺湖がよく見えます。それでは八島湿原の方に歩いていきたいと思います。車山の越到着1815メートルです。八島湿原の方に向けて歩いていきましょう。頂上美山の方に向かっていきましょう。頂上美山に到着しました。
それではモノミーマそれではモノミーは八島湿原の方に向かいたいと思います。木になんかいっぱい蝶々なのかな、止まってるんですけど、なんですかね、いっぱい止まってる。樹液というか葉っぱの部分が美味しいんですかね。なんか飛んでった、さようなら。うおうん、結構草が生い茂ってますね。やはり車山はとても人気なのでたくさん人がいましたが、こちらに来ると人もまばらであまり出会わないです。モノミーはですね、到着しました。ここも開けてて気持ちいい。360度超気持ちいいです。八島ヶ原湿原へ向けて出発していきます。あれが八島ヶ原湿原ですかね。その隣に見えるのがゼブラ山ですかね。ゼブラ山は木の部分がしましまになっているからのかな。これはアジサイですかね。ガクアジサイみたいな感じの花でとても可愛いです。こちらが車山山頂ですね。ゆっくり歩いていきましょう。癒されます。あれが八島ヶ池です。車山も見えます。のあざみです。ハチさんが食事してますね。今日のおやつです。プロテインラン走りませんが、おやつ食べます。鹿を入れないための柵が出てきました。こちらは元三沢山という祀られてる場所のようです。茶渡りと車山方面に向かっていきたいと思います。ここから車道になります。茶渡りに到着しました。ここから車山方に向けて歩いていきます。では頑張って帰ってきましょう。はあ、木々に囲われて影になったのでひんやりしてて気持ちいいです。なんかあそこで寝そべりたいですね。ゴロって。今日は霧ヶ峰を歩いてきました。車山、頂上宮山、モノミーは、八島ヶ原湿原。今日は霧ヶ峰を歩いてきました。車山、頂上宮山、モノミーは八島ヶ原湿原といろいろなところを回ってきました。とってもゆったりとした山歩きができました。どのシーンもとても気持ちよく
まあ、天気が良かったのも良かったんですが、とても楽しい山歩きができました。湿原のお花たちはとても綺麗で、蝶々やトンボなど虫もたくさんいて楽しかったです。また遊びに行きたいなと思います。今度はゼブラ山など登ってみたいなと思ってます。また楽しい山歩きをしていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。今日は霧ヶ峰を歩いてきました。車山、蝶々見山、物見岩、八島ヶ原